絵日記返すね。預かっててくれてありがとう。いろいろやることあったから。理由知ってたの。それで私で遊んでたの。私ただ預かってただけ。私すごく心配したんだけど、主様に見放されて、まさか次の狩りの主にまで即捨てられたのかって。ほとんど自業自得なんて同情の余地ありません。まあまあ、私の責任でもあるし、しっかり面倒は見るよ。それにこの子は私の可能性だから。今回の勝敗以前にこの子の知識や技術は私の可能性になる。そのチャンスを手放すなんて絶対にありえないわ。ソフィアちゃんも油断しないことね。フェアである以上、私はエミエルを最大限まで使うよ。勝利は貪欲に求めた人の手に入りやすいものだからね。本当負けず嫌いでわがままな子、まさに新人にふさわしい器だね。いいんじゃない。貪欲に求めないとつかめない程度って自覚してるなら。自分と相手の力量差を理解するのは大事。そこをプライドで見誤る程度なら話にならなかったけど。せっかく絵日記を使うことを許してるんだから、全部使って私に挑んでね。楽しみにしてるから。ファルドラ君を無傷で倒した。監獄島でもアラン君を困らせてたのは知ってる。格上なのは間違いないっていうことだけは嫌でもわかるわね。行こうよ。せっかくだからしっかり作戦を練りたいし。それに、負ける気なんてないよ、私は。それじゃあ、次は戦場で会いましょう。それで見えるから見たらだけど実際どういう結果になりそう？勝てると思ってるの。100% 負けるよ。バハートちゃんが勝てるわけないでしょ。自爆というわね。大体理解してたけど。まずソフィアちゃんの能力のからくりがわからない時点で詰んでるよ。不可能支配は単純な実力は全く意味をなさない能力だからね。能力を知った上である程度の知能が必要になってくるからね。そこでソフィアちゃんに知能で勝てないとそもそも攻撃が通らない。本当正直この大会で勝てる人なんていないと思うよ。そんな生ぬるい力じゃないし。そっか、何か見えるから対策はなさそう。ふふん、そこで私の知恵と力がババーンって活躍するんだよ。まずねー。さて、次は実質今年度の世界最強の女を決める戦いだ。世代交代の席に座るのはどちらかな。それじゃ行ってくるねー。頑張れよ、油断しないようにな。そうですよ、相手にはエミエルがいるんです。どんなイレジエしてくるかわかりませんからね。もしエミエルの力であのバハートさんがソフィアを食らうなら、無双でメガドルイデンの知識や技術の恩恵を持つバハートさんにも利用価値が生まれる。ソフィアが勝てば優勝は確実、バハートさんが勝てばメガドルイデンの従属の価値が証明される。私にとってどちらに転んでも問題ない試合ですね。どうしたんだソフィア、そんなに嬉しそうな顔して。この大会始まって、初めてみんなに送り出されながら試合に行ける。それで終わってもみんなが迎えてくれる。それがすごく嬉しい。それは単純にすまん。それじゃあ勝ってこい。俺はソフィアを応援する。了解のすけ、しっかり頑張るよ。さあして、テンション上げ上げだし、スババーンって勝つよ。さあ、最初に入ってきたのはソフィア選手。ここまで完全勝利の頭脳派ですね。今日の一言をどうぞ。牛丼って肉よりも出汁が染みたご飯の方が美味しいって感じる時あるよね。他の人に言っても、肉がうまいに決まってんじゃん。ぜひ冷ややかな目で見てくるから何度でも生姜を鼻に突っ込んでやろうかと思ったか。ねえ、せっかちゃん、あの子は何を言ってるの。多分に言いたいことはあるんだけど、身近なもので例えちゃったのね。よくあるから気にしなくていいわ。私も理解してないから。天才ってわかんないな。本当ね、バカな方がまっすぐ気持ちを伝えられるのにね。そして次に現れたのはバハート選手。彼女の前ではどんな得意技も意味をなさない。自分の強さが全て。そんな独裁者はこの試合どれだけ相手を支配するのか。まあ、今回は場を自分色に支配するのが得意同士だし、どっちが支配者向きか、ここで白黒つけようよ。世界最強の女の称号とともに。かっこいい、バチバチしてんな。今大会最後の女同士のバチバチだから需要あるやつら、しっかり録画しておけよ。ボロリアルカナダぞ。バハちゃん、頑張ってね。これをダーリンに送っちゃおっと。さて、2回戦に見せたあの力、今日も見せてくれるのか、あのソフィア相手に。この試合に勝てば誰もが認める次世代の最強の一人として認められるだろう。クールだぜ。ソフィアちゃん、ベストを尽くしましょうね。バハート選手、ソフィア選手のところに行って握手を求めに行った。スポーツマンシップ、いい関係。うん、手加減はしないからね。さあ、これで正々堂々、気持ちよく相手を殴れるってもんだ。ふふ、ベスト負ける気はないから、ソフィアちゃん。からの宣戦布告、握手したままバハート選手がソフィア選手の腕を引っ張り決意表明。どれだけかっこいいんだ。今度は試合で振り回すから。それでは準々決勝第2試合、バハート選手対ソフィア選手。試合開始。さて、どう仕掛けてくるかな。それか私から攻めてみるべきかな。とりあえず打ちつけようか。
まずはファルクンにやった叩きつけ、嫌な感覚、本当に自由が奪われてる。天秤、肉体優勢無機物裂を。痛くないわね。うんうん、そのままじっとしててね。もうちょい切る。おいし。さすがソフィア、出だしから天秤を完全に封じましたね。どういうこと？彼女はどんな天秤の使い方をしたか、それはおそらく自身の肉体を優勢にして、衝撃、もしくは建物などの無機物を弱くしたのでしょうね。だけどソフィアはそれを読んでモーションキルで攻撃を仕掛けることでバハートさんはどうしても攻撃を受けてしまうんです。無機物、からのダメージを取るか、衝撃とオーラ、からのダメージを取るか、板挟みってことですね。すごいな、ソフィア。バハートさんがソフィアを対策できる時間があったということは、それだけソフィアはバハートさんへの対策を考察する時間が同じくあった。ここは明確な戦術が要求される場面。ソフィアの策への対抗策を思いつかないとすぐに終わりますよ、この試合。最初からエネルギーを出してれば、バハートさんの天秤なんて簡単すぎて話にならないのに。悪いけど、やめないよ。身動きを止めて私がずっとモーションキルで攻撃をする。微塵も肉体を残す気はさらさらないから。ちょっと今から大ピンチじゃない？私の作戦の問題よ。どうする？今のままだと終わる。とりあえず身動きを取れるようにするんだ。それしかない。守備や攻撃に天秤は使わない。天秤、動作優勢束縛熱を。分析から抜け出す覚悟はできた。保守的になってたらいつまでも私には届かないよ。ふう、そうね、気を引き締め直すにはちょうどいい刺激だったわ。これで動きを抑えられることはない。でも私の守る術を失った。つまりソフィアちゃんの土俵で戦わないといけない。生まれて初めてだわ。初手からが支配され、私すらも支配してきた人に出会うのは。さてと、まだ一歩もここから動いてないけど、次はどうする？また私が仕掛けようか。私が使えるのは煉獄支配だけど、多分さっきの攻撃で貫通されそうな気がする。ソフィアちゃん強いね。いつでも代わってあげるけどどうする？話しかけないで。まだ私は降参なんてしてないでしょ。黙って見てて。うっそ、心配しただけなのに、勝負ごとになると極端に短気になるタイプだ。でも早く手を打たないと取り返すしかないよ。もう追ってかけられている状態なのに。こっちだって策はあるのよ。私の牙を折られたなら。なんで何もしてこないの？あなたこそなんで仕掛けてこないの？守る術を失った私が目の前にいるのに。そういうことですか。だからあの時。なんであの距離でバハートさんは止まったんだ？あの距離がソフィアにとっての可能と不可能を分ける境界線だからです。ソフィアの不可能支配の原理は、まず自分の不可能と可能を理解していることが前提です。まずモーションキル、これは体の動作で届かない不可能エリアに攻撃をぶつける攻撃です。ですがこれにはソフィアのデッドゾーンが同時に生まれます。それはソフィアの手や体が届く範囲、このエリアは無防備状態になっています。不可能エリアを可能にしたら、当然可能エリアが不可能になるからです。だから攻撃エリアに入らないのです。つまり可能か不可能か曖昧な位置にいられると、ソフィアはモーションキルが使えません。でも無防備の極意があるでしょ。あれはソフィアが全く動かない、動作しないという行動をすることで、全ての攻撃への守備が不可能という状態を作っています。そこから不可能支配を使うことで、無防備状態が完全無欠の守備と化すというものです。つまり少しでも動けば均衡は崩れ、成功したと判断し守備が不可能になる。つまり今バハートさんが境界線に立つことで、ソフィアは迂闊にモーションキルが使えず、無防備の極意で守備に徹するしかないのです。なぜならもしモーションキルを使ってバハートさんに境界線の中に入られたら、体を動かしているので無防備の極意が発動せずに攻撃を食らってしまうから。そしてどうやってその境界線を把握したか。一つしかないだろ。試合開始前の握手だ。あの時ソフィアの手を握手したまま引っ張ったのは腕の長さ、つまりリーチを確認したんだ。あまりにも自然すぎた。だからその行動に不信感を抱けなかったんだ。いやバハートさんならどんなことをしても握手をしていただろうね。自分の世間への評判や見え方すらも策に入れたソフィアの能力封じの策、勝利に貪欲だからこそ何でも利用するという強い意志を感じるよ。私はね、自分の牙を一本折られたら相手の牙を二本折るの。負けず嫌いだからね。厄介だな。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。